はい、皆様こんばんは。1月16日ボギーチャンネル、私主催の日本の頃参議院第4支部、支部長の興味テレフォンでございます。本日先ほど、はい、6時からの玄ちゃんの耳ぐすいや内ぐすい、そして7時からのチャンネル桜沖縄市という沖縄の声、そして1時間空きましての私の番組と、まあ、3連続でもうゲップが出るほどご覧になっている方々もいらっしゃるかと思います。まあ、私にとりましたこの月曜日は疑問でございまして、この3つの番組いかにやはり話を回していくかということになりますけど、やはり同じ話を、ね、この3つの番組でやるっていうのはやっぱりタブーでございます。はい、やっぱりね、同じのを3回聞かされますとみんなやっぱりげんなりしちゃうということでございまして、今日もそれを考えながら、まあ、放送をしているという、状態でございます。まあでもそれにしても毎日毎日この沖さよっていうのは話題にこと書かない本当に不思議な人たちでございますよね。はい、今日は私蓮見敏子さんのさよならパヨクっていう本をちょっと読んでたんですけど、いや本当にこれを読んで気づいてほしい人たちがたくさんいるなというふうに私は思っております。さて今夜はですね、私の番組のお手伝いをしていただきますネットアシスタントの皆さんをご紹介いたします。ネットアシスタントとは、この番組がスタートしまして、コメント欄で思いっきり番組を盛り上げていただいている皆さんのことでございまして、将来的にはこの南の島で、このネットアシスタントの皆さんをね集めてやりたい放題大方言会を生で中継できたらなと思ったりするんですけどね。まあ、今日本中低温注意報で非常に寒い中でございますが、まあ、少しでもやっぱりね温まるような、はい、夢のある話をしたいと私は思っております。夏にはぜひみんなで、この南の島に集まってね、海でビーチパーティー、そして夜空を見上げながら流れ着いた小枝を集めて焚き木を起こし、朝まで日本の未来を語り明かしていきたいと思っております。さて最初の、はい、アシスタントご紹介、猫パパさんこんばんはでございます。猫パパさん素敵なプレゼント誠にありがとうございます。はい、もう本当に今日なんと素敵なバッジ、皆さんちょっとご紹介したいバッジがございました。私ずっと今日はめちゃってます。このようなバッジが、はい、猫パパさんから届きました。いかがでございましょう。皆さん V22 オスプレイみんなを助けるよっていうことで、いや本当にこんなね素敵なバッジを送っていただきまして本当にありがとうございます。まあ、ね、もうご自身は非常に厳しい状況の中頑張ってる中でこういった素晴らしいバッジを100個、まあ、送っていただきまして、今沖縄支局の方に、保管をしてあります。支局に遊びに来ていただいた、はい、仲間たちに一枚一枚来局記念ということで差し上げていこうかなと思っております。またオスプレイファンクラブの方々もこれ非常に、喜びますよね。はい、オスプレイファンクラブの方には差し上げる予定はございません。ファンクラブであれば差し上げてもいいかなと思うんですけどね。はい、もうバッチリ役立つさせていただきます。そしてワイヤネさんこんばんはでございます。そしてボギー中佐、はい、中佐早く夏の冒険やりたいですね。それとモツググミさんこんばんはでございます。リルリフェアリーこんばんは、ウィキトさん、エロマジンさん、そして石川さんいらっしゃいますでございます。はい、そしてシラスワカメさん、はい、ナナシさんどうもね今夜も来ていただいてありがとうございます。はい、シラスワカメさんファンと不安は大違いということで、あ、宮城さんバッチ欲しいですねっていうことでございますね。明日そうですね、火曜日、はい、ギノワンシティ FM の方にこれお持ちしますので、はい、そしてメッシ920さんこんばんは、お茶ありがとうございます。フォロンさん、はい、どうしたんですか、また今日の辺野古テント前爆笑の連続、
まあ、いつも私たち爆笑しているんですけどね、また何を笑わせてくれたのか後でまたちょっと見てみたいと思います。ワンマイネさんどうもこんばんは。いや、あるんですよ、オスプレイファンクラブといってね、ネガティブキャンペーンばっかりやってる本当にかわいそうな、人たちがいます。まあいつもね雑巾の箸を一生懸命噛んでるような人たちだと思います。はい、そしてゆきんちさんこんばんは、くんでございます。はい、であと今回軍港省さんどうもいらっしゃいます。それとラプター335さん、横田基地に早く来てほしいオスプレイと、はい、そして明さんさん中佐、はい、結果にコミットしようと、やはりブートキャンプ頑張るしかないですね中佐、はい、うへと言っておりますけど、いやもう大変なことになっておりますね。はい、それと、うん、どん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 もうな、あ、こんばんは、ボイスレンジャー使ってますね、声が低いですっていうのはゆきひろさん、こんばんは、いや何も使っておりません。はい、所長、今日の埼玉何度でございますかね、やはり0度ぐらいかなと思います。はい、そしてかな07409さん、はい、水木さんですね、はい、こんばんは、素敵なアイコン、うちの仲間たちが大喜びそうでございます。はい、そして他に来ているのは一平卒さん、え、倉山にも雪が降ると、雪降ってますね、はい、いや沖縄は雪は降ってないんですけど、そうですね、気温今日で18度、はい、うん、18度、18度です、はい、18度のね、気温でまさに寒いもんですか、私このような、はい、よいしょ、完全防備でございます。はい、このぐらいしとけばかなりあったかい、で先ほど手袋もやってたんでぬくぬくしておりました。はい、で南大阪の田舎門さんこんばんはでございます。わざわざね乗っけていただいてありがとうございます。響さん、そしてね、の方も見えられてくるでございますね。はい、ということで今日もいろんな話をちょっとやっていきたいと思いますけど、まあ、今日もあの番組の中から水野さんどうもこんばんは、ゆきさんこんばんは、素敵なハイビスカスのアイコン、なかなかおしゃれでございます。はい、何ですか、七瀬さん、盗んだパパイヤ炒めず、あの持ち主がわからぬのは暗い夜のテントの中で誰にも知られちゃいけないとこっそりと金もらう沖縄食い物にしたい65の夜、あれの替え歌ですね、なかなかすごいじゃないですか。はい、緑亀さんこんばんは、んこでございます、あったかいお茶ありがとうございます。私今日も、はい、これをしっかりといただいております。やはりこういう寒い日にはこのホットコーヒー、うん、非常にうまいです。最近のマックのコーヒー非常にうまくなりましたね。はい、トモさんどうもこんばんは、ユージーさん、そうマックでございます。さて今日はね、皆さんに基地があることでなりわいを立ててるくせに基地が大嫌いな皆さんを、ご紹介させていただきたいと思います。そうですね、どんな人たちかと言いますと、まあ、基地があることでお金が入ってくる人たち、まあ軍用地事務所とは別にお金が入ってくる人たちがいます。まあ、どんな人たちかと言いますと、こんな人たちで、ございます。これはもう皆さん本当にねご紹介するのもお恥ずかしい限りでございます。トン、いやーこの車どっかで見たことありますよね。はい、皆さん覚えてますか。これは抱えで道路を封鎖して警察に没収された車ですね。静かな日々を返せと言いながら、静かな辺野古の町、そして高江の村落で大声で拡声器をねがなり立てて地元の人たちにソース感を食らっていた人たちでございます。まあ本当に何を考えているか全く分かりません。はい、静かな日々を返せ、お前が言うなっていうのはそれなんですけどね、本当によーく見てみると本当に香ばしい人たちばっかりでございました。はい、挨拶してのこのマイク握ってるのはこれ共産党の赤嶺政権さん、そして端っこにいるのは元バスガイドの、はい、糸数恵子先生でございますね。
そして右から2番目の赤い、ね、シャツをつけている方は東原勲、宜野湾市でございます。いや、沖縄の議員っていうのはこんなね、市民活動というかもういわゆる政治運動してて議員としての報酬がもらえるって非常に稀有な身分の方々が非常に多い、私は感じていますね。本来はあの県民市民の負託を受ければ県民市民のためにやるべきなのに、なぜかこういったプロ市民活動に勤しむ方々が多い。村議から市議、町議、あと県会議員で国会議員まで、特にこの国会議員でね、平和の一議席って言って、ね、沖縄県民の平和を願うこれを利用して当選をした某恵子先生、いつもこういう赤い洋服をつけてね、あのニコニコして写ってますけど、まあ国連に行った時には有田芳生さんたちと一緒に何や流装をつけて沖縄は差別されてるとかわけのわからんことを言っていた、まあ、つまりあの沖縄をね、この日本から分離させる運動をそれに加担しているような人たちが、そう、稔さんその通り、日本国からね歳費をいただいてそれを懐に入れてるっていうことでございます。まあでもね、本当に沖縄県民もっとね政治のことを関心持ってもらえれば変わると思います。はい、平和の一議席、国会では何もできない無駄な議席がまさにその通り、白洲若美さん。いやー本当にね、これがなぜ当選するのか、やはり沖縄県民この平和とかね、自然を守れとかそういったところにね、やっぱり頭がいっちゃってる。あ、どうも KSM ワールドさんのこんばんはんこでございます。実は皆さん、あの KSM ワールドさん YouTube のアカウントをなぜか凍結されてるんですよ。あんなにねガン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 あの真実を乗っけてると、なぜかパヨクの集中攻撃を受けてアカウントが停止になってますので、もしお時間のある方は後ほど、KSM ワールドさんの YouTube のアカウントにちょっとアクセスしていただいて、あのフィードバックのところからですね、それはちょっとおかしいんじゃないかと言っていただくと助かります。洋次郎さん、コインどうもありがとうございます。はい、本当にね、もうこの人たち、私も全く理解ができません。つまりこの人たちはね、何をやってるかというと普天間爆音訴訟っていうのをやっているんですよ。でこれね、実は第一次訴訟っていうのが確か2012年に、決心してるんですけど、当時第一次訴訟、これ何の訴訟かと言いますと、普天間基地はうるさいと、騒音被害があると、でそれに対して国は賠償せよっていう裁判を起こした。で結果的に第一次訴訟で最高裁まで行って国は敗訴したわけです。ということはもう前例ができてしまった。つまり一次訴訟でお金が払われることが確定したわけです。当時、参加したのは390人の原告団に対して3億6900万円のお金が払われて、おります。はい、そしてその後、この人たちとは別の訴訟団が、現れまして、この第一次爆音訴訟、これは当然仕切ってるのはさっきの、はい、写真に写ってる連中ですね。そういった連中と考えをね異なる人たちが起こした裁判では、2200名が参加をして、7億5400万円の賠償金を、はい、確定がしているということでございます。はい、まあ、まだ確定はしてないかな、こっちの方は。でも一次訴訟で390人に3億6900万、これはね今第二次訴訟が起こされているんですよね。はい、この第二次訴訟、いやーすごいね、もう今回金額の方も思いっきり膨れ上がりました。一次訴訟が
390人に対して第二次訴訟が3400人、皆さんね、390人が3400人に膨れ上がった。これなぜかと言いますと、現職の市議会議員などが個人のお宅、ね、自分の知り合いとか支持者のお宅を回りまして、一時訴訟で最高裁で勝ったと。で、幾ばっかのいわゆる、訴訟費用を負担すれば間違いなく賠償金が取れますよと、はい、そして一時訴訟で参加をして、100万円を手にした、方々は裁判に参加して本当に車が買えたというふうに吹聴して回ったわけなんですよね。するとあれよあれよという間に、この普天間基地周辺の住民の中からワンもワンもワンもワンっていうのは私っていう意味です。これを沖縄ではワンからと言います。ワンから、俺から俺から俺だ俺だ俺だ俺からだと、ワンからワンからと言って、どん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 参加人数が増え、なんと3400人に膨れ上がってしまった、ね、390人が3400人、約9倍に膨れ上がりまして、今回、このね那覇地裁の方で判決が出ました。その判決の金額びっくりしますよ。24億5800万円、24億5800万円の賠償金をこの3400人に支払いという判決が出ました。まあ、当然国の方は控訴しています。しかし高裁、最高裁に行っても、前回第一次訴訟で最高裁が賠償金を払えという判決を下している以上、争っても同じ結論が出てくることはもう明白でございます。つまり基地の周辺に住んでいる人たちを集めることによって成り立つこの爆音訴訟、これは基地がある限り提訴できます。例えば第一次訴訟、第二次訴訟でもお金をもらった、下手しますと第三次訴訟ではこれの倍ぐらい、7000人ぐらい集まるかもしれません。そしてね、これをも当て込んで普天間基地の周辺に移り住んでる人がいないとも限らないわけなんですよね。まあ逆に言えば、基地があるから起こせる訴訟、当然ながらこの普天間基地の爆音訴訟で勝訴したことをね、見て、沖縄の嘉手納町にある極東最大の米空軍基地嘉手納基地におきましても、嘉手納基地爆音訴訟団というのが結成され、国相手にまた訴訟を起こしております。まあ、このようにですね、訴訟を起こしている人たちが、例えばですよ、自分たちは国の国防の一翼を担ってるんだって言ったら分かるんですけど、どちらかといえば基地は、ね、県外に持っていけと、オスプレイはいらない欠陥機だと言ってる人たちがこうして裁判に参加をして訴訟を継続し、そして賠償金を手にする。で、皆さんちょっと考えてみてくださいね。例えば3400人が1人当たり例えば5万円の着手金を払ったとしますよ、弁護士たちに。当然ながら普天間爆音訴訟団弁護団っていうのがいるわけなんですよね。数名の弁護士でこれを受け持っていますけど、この3400人が1人5万円の着手金を払う。そしてこの24億5800万円、これがですよ、もし確定した場合、成功報酬としてこれの例えば1割、2割、まあ 10% はもうもらうでしょうね。するとこの成功報酬だけで 10% で、はい、2億4000万、はい、そして 20% これになりますと5億円超えるんですよ。つまりこのね、爆音訴訟に参加する人も弁護団も基地があるゆえに収入があるということなんですよ。つまり基地がある限り同じね、裁判が提訴できる。だから彼らは本当は基地があった方がいい。だから私はそこで考えたんですよね。基
基地撤去、ね、無条件あの県外移設、オスプレイは欠陥機だいらないって騒いでる連中、その騒いでる連中のほとんどがこの爆音訴訟団に参加をしているということは、逆説的に考えれば彼らこそが基地がなければ困る人たちだという、ね、調査でもあるんですよ。つまり基地があるから爆音訴訟が何度でも提起できる、提起すればするほど着手金、成功報酬としてお金が入ってくる、そしてそれに参加をしたあの人たちも国からの賠償金を手にして応募できるという、こんなね、もう本当に湾曲したシステムが沖縄に出来上がっているわけです。本当にこれに費やされるね、国の税金というのもすごい金額になると思いますよ。皆さんどう思いますか。はい、そしてね、この爆音訴訟団が、この爆音訴訟団がですよ、はい、どんな連中を支援してるかっていうと、こんな連中をね支援しております。お見せしたいと思います。ドン、もうこれ皆さんご覧になったことありますね。沖縄人の命のためのフェンスコード、普天間爆音訴訟団の下に書いてあります。これ何かと言いますと、フェンスを汚すおばばたちの旗でございます。フェンスコード、これフェンスにゴミを言われたりテープを貼り付けてある、貼り付けている活動でございますが、それを彼女たちは沖縄人の命のためのフェンス行動と呼んでおります。そのね、フェンスに貼るテープ、もろもろのね、紐とかのやはり財源は、その下にある普天間爆音訴訟団というところが負担をしているということでございます。つまり普天間爆音訴訟団に入るお金っていうのは、私たち国民の血税でございます。国民の血税が回り回って普天間基地をね汚す、あの不気味でね醜悪なテープの購入代金に消えてるという、本当に胸くそ悪い話が、ね、現場で起きているわけなんですよね。はい、そしてこの普天間爆音訴訟団、まあ3400人の方参加してるかもしれませんけど、大体主催者、表に出てくる人たちって大体顔は揃っております。いわゆる皆さんがよく言う劇団沖縄左翼、マスコミに出るときにいつも同じ顔が出ますよね。例えばマリンアウトおじさんとかデビルおばさんとか、いつもね話のできる人をあのが何回も何回も繰り返し出てくるという、本当に役者の使い回しで、この爆音訴訟も出てる方はこんな方が出てたりします。トン、この方も有名な方ですね。はい、この方は普天間基地のすぐそばで、もともと弁当をやってた A さんという方でございます。 A さん、しかしね、この弁当屋を畳んで今プロ市民活動をして生活が成り立っていると、非常に不思議な方でございます。不思議ですよね。こういった活動に参加すると仕事を辞めても生きていけるんですよ。でこの方よくね、辺野古とか高井にもそろそろねじ込もうかって言った、あの過激なやつでございますけど、自分たちが人数が多いとすごいあの強気に出てきますけど、人数が少ないと目も合わせないという、非常にチキンなおじさんでございまして、最近ではこのおじさんが普天間基地の周辺で子どもたちのための、ね、なんかあの駆け込み寺みたいのを作ったっていうことで、新聞がさもいいことをしてるように報道しておりました。まあ、沖縄の新聞にとりましては、こういった方々が本当にね、あのいつでも使い回しができる、まさに劇団沖縄パヨクそのものでございます。さて他にもいらっしゃいますね、有名な人たちが。例えばこの方、はい、この方も普天間爆音訴訟団に、参加をしております。はい、普天間爆音訴訟団に参加をしている方でございますが、この方は元キリスト教の牧師様でございます。ね、神の教えを解かずに反基地を説いてるっていう意味不明な方でございまして、はい、中佐、聖書に
オスプレイ反対、基地反対せよってのは書いてないと思いますけど、いかがでございましょうかね。そしてこの方はなんと普天間基地の大山ゲートでこんなことをしておりました。トミー、はい、同じ方でございますね。はい、リターンアワープータポッティ、トイレを返せと。もう本当にね、何を考えてるんですかねこの人たちは。なんかね、なんか本当にこの人たち用事帰りしてるんじゃないかと思います。何、おまるを返せ、その通りです、おまるを返せと言ってるんですよ。宮城さんプータポッティですから。はい、いやー本当にもう情けないというか、なんていうかね、とんでもないことでございます。そしてさっきあの画像の中ちょっと戻りますけど、このね普天間爆音訴訟団に参加しているメンバーの中、皆さん右から2番目の男の顔をよーく見ててくださいね。これは、宜野湾の東原勲市議、私の番組ラジオに呼ぼうとしたらテドコンさんとは意見が合わないので出ませんってドタキャンしたとんでもない野郎でございます。私はあくまでも司会であり、宜野湾市民、あのテープをねあのフェンスに貼ることをよしと思ってない宜野湾市民と対談してちょうだいって言ったんですけど、やらなかった。さあこの人、いろんなとこに顔を出しております。はい、まず一つ目ここ、はい、これはですね、あの辺野古の違法テントのところに、まあ、県外から子どもたちが連れてこられて、いわゆる洗脳教育を受けている現場、その奥にいる方、皆さん見えますか。はい、奥にあの茶色のジャンパーつけている方、はい、この方が先ほど私がお見せしました、あの東原勲氏。宜野湾市民の方よく見てくださいよね、これ宜野湾市議ですよ。宜野湾市民の税金で給料もらってる方ですからね、よーく見てください。はい、このようにね、市議たるものがこうしてなぜか宜野湾か遠く離れた辺野古の違法テントの中に居座って座り込んでる、これがね議員のお仕事ですかと。そしてこの方、これだけじゃなかった。はい、これだけじゃなかったんですよ。これ映るかな、トン、これ皆さん見えますか。はい、これ左側は先ほどの A さん、 A さんでございます。そして右側が、はい、東原市議でございます。これがね沖縄の議員平和団体のねレベルなんですよ。こういった連中をね持ち上げて、さもいいことをしてるようにね喧伝をして、議員の座を与えているのが沖縄の新聞、琉球新報さん、沖縄タイムズさんではないかと私は思っているんですけど、皆さんはどうお考えでございますかね。しかし先ほど私言いましたけど、この基地がある上に起こせる訴訟がある、それが爆音訴訟、それが、今回、前回はですね、390人、はい、390人に3億6900万が払われた。そして第二次訴訟、これが3400人に対して24億5800万円のお金が支払われると。これ全部税金です。であと弁護費用とは全く別物ですね。国は当然ながらすぐこれでうんとは言えないから控訴すると思います。しかし最高裁で前例が出てる以上、国の負けはもう見えてるわけなんです。つまり参加すれば必ずお金がもらえるのがこの爆音訴訟ですから、第三次訴訟はもっともっと人が増えると私は踏んでおります。だって1次ももらえた、2次ももらえた、だったら3次もきちんともらえるんじゃないか。しかしそれは基地があるゆえに提起できる訴訟なんです。であればどうするか、普天間基地は
永遠に固定化してた方がいい。だからね、ここで皆さんにもハッと気づいてほしいのは、サコ合意が、はい、1995年サコ合意がありましたけど、それが着実に履行されていれば、普天間基地は2014年にすでにも返還をされております。それが返還の、ね、タイムスケジュールすら出されていない、もう本当に固定化のような状態を生み出してきたのは誰たちですか。このね、基地反対、オスプレイ反対、ね、普天間の辺野古移設反対を訴えている人たちそのものじゃないですか。この人たちがね、移設をね、結局こじらせて固定化を招いている。だからこの人たちは口では宜野湾市民のね、命がとか安全がとか尊厳がとか言ってる、違いますよ、違う違う。こうしてね、永遠に爆音訴訟を起こして国からお金をむしり取るために、普天間基地は彼らにとっては必要なんです。必要だからこそ固定化、結局は移転できないような方向に、ね、この市民県民運動を盛り上げていって、結局は今のような固定化状態を作り出す。ですから彼らにとって辺野古に新しい滑走路ができて普天間が移転すると困るわけです。はい、だって飯馬の種がなくなるんでしょ。はい、それとも今度は嘉手納基地のところに住民を移して住みますかね。まあ、実際やってる方もいるかもしれませんが、まあ、このように国にたかる手法っていうのは彼らは非常に長けています。国にお金はたかるが、国に対して自分に何ができるかっていうことは一切言わない。それってね、あまりにも卑怯じゃございませんかと私は言いたい。だから私は常々思っていることは、沖縄県民の47都道府県は各々担えることが違う、沖縄は沖縄でしか担えないことがある、それを誇りを持って堂々と担おうではないか。その担うことができるのは、沖縄はこの日本という国、そして東アジアの防衛の要石だと、これは沖縄にしかできないことなんだっていうことをね、堂々とやっぱり言える、それを口にして言える。政治家が本当に出てこないといけないんですよ。誰も言わない、市議も県議も国会議員も誰も言わない。沖縄がね、沖縄しか担えないことを担うことは差別ではございません、それ区別なんですよ。差別と区別の違いもね、政治家は分からないということがないでしょう。しかしそれを言えないということは、やっぱり既存のマスコミを恐れているということにつながっているのではないですか。結局は基地があることで、そこにこのような利権が生まれる、基地があり、そして県民所得を低く見せることで、沖縄は基地がある上に非常に苦しんでるんだっていう、そういった外観を作り上げ、国に対してさらなる交付金の増額を狙っていくと。それが延々に続いてきた。でそれを既得権益として我が物にしてる人たちが一部にいると。そういった人たちは永遠に既得権益が欲しい、毎年のように欲しい、ならば沖縄が貧しいように見せかけないといけない。だから県民所得本当は28位なのに最下位だっていうふうに数字を出して報告をする。はい、私はそうだと思いますよ。そしてね、あえて県民のこの反基地運動っていうのを煽り立て、その県民自体の関心を基地問題に向けさせることによって、本来その下に隠されているこのような真実、一般県民に知られてはまずいような真実を覆い隠していると。その恩恵に預かっているのは何も保守だけではなく、革新系の人たちも同じようにやはり分け前に預かっている。ですから表面上で保守だ革新だ賛成だ反対だって言ってガク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 やってるのは、もしかすると激レースの可能性も
ないとは言えないんじゃないですか。はい、まあ私ならまず第一に国益考えますけどね、はい、国があっての沖縄だと、沖縄があっての沖縄県民だと、ならばそのね、日本という国を守るために沖縄ができることを考えようと、ね、差別だ区別だ屈辱だという前に、なんでこの沖縄が沖縄でしか担えないことをはっきり言えないんですか。はっきり言う政治家が出てこないんですか。私はそれ非常に不満に思っています。沖縄は沖縄でしか担えないことがある、それを堂々と誇りを持って担う、そしてその見返りとして振興策や特別税制をお願いをする、お願いですよ、当然のように要求するわけではございません、ね、日本国民の中で沖縄も防衛を担っているから少しだけ沖縄に対して思いやりいただけませんかとお願いをし、それを受けることは私は恥ずかしいことだと思いません。だから平和運動が日当をもらってもいいんですよ。ただしね、ボランティアの方々に模範になるような素晴らしいね、順法精神あふれる活動をすればいいと思っています。沖縄も交付金もらうのはいい、しかしね、その中で沖縄が沖縄しかできないことを堂々とやっぱり言ってほしい。特に政治家にはね、国政にいる政治家の皆さんに特に私それ言ってもらいたい、ね、屈辱だ差別だ、ね、そんなことばっかり言ってて、ね、沖縄貧しいんだ基地があるせいだそんなこと言って金をむしろとする、そんなも恥ずかしい政治をやめましょうよ、ね、堂々と沖縄が日本の防衛の一翼になってるんだって胸張って言えるぐらいの政治家をね、沖縄県民はやはり輩出していくべきだと私は思っております。まあ、今日のお話の結論、基地の固定化を一番望んでいるのは基地反対がそのものであるということが私の、結論でございます。だから基地の、ね、移設を徹底的に遅らせ邪魔をし、自分たちは何度も爆音訴訟をね提起する、そして基地に反対することで基地に反対をしている市民の、ね、負託を受け、市議会議員としての地位を、ね、安泰にする、はい、そしてご自身は市政のことより辺野古あたりに行ってプロ市民活動に勤しむことができる、つまりプロ市民活動を市民県民国民の税金で堂々と行えるのがこの沖縄、それをでも選んでるのは沖縄県民自身でございます。ぜひ沖縄県民には本当に市民県民国民のために仕事をする政治家を私は選んでほしい。若いから可愛いから女性だからおじいちゃんで優しそうだから人に頼まれたから職場でこの人を知ってるから、そんなことではなく、この情報社会の中では自分でいくらでも調べられます。そうね、調べた上でこいつなら何かやってくれそうだっていう方にやっぱり投票していくっていうことが今後のやっぱ沖縄に求められることであり、それが実現された時こそ沖縄の民度が上がったっていうことになるのではないでしょうか。沖縄のやりたい放題やったもんが勝ちの公選法無視の選挙などまさにね、本土に比べて30年遅れてると私は思っております。その差をいかに、ね、縮めていくか、ね、日本国沖縄としてのプライドをどのように、構築していくか、これからが正念場だと思っております。ということで、今日のおぎえチャンネルこれにて終了させていただきます。よう本当にね、毎日毎日もうこういった尽きない話題でございますが、皆さん飽きてはいないですかね。はい、今日の結論、基地の固定化を一番望んでいるのは、基地反対派そのものである、ぜひ皆さん心に留め置いていただきたいと思っております。ということで、本日のボギーチャンネルこれにて終了させていただきます。ボイスチェンジャーを使わずに、気持ちの分声色で喋ってる、ボギー大佐でございました。最後まで皆さんお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。
明日はそうですね、市販のギャンギャンナイトも10時からあります。はい、もしかするとブギーチャンネルと合同で流す可能性もありますので、ぜひまた明日もご覧いただきたいと思います。ではまた、明日お会いしましょう。ごきげんよう。